皆さんこんにちは、おっさんの棒読みニュースです。今回は韓国軍が宇宙空間の衛星を破壊するためのレーザー兵器の開発に本気になっているってニュースを紹介するね。地上から衛星を撃ち落とすって言ってるんだけど、どこの国を想定しているのかな。それじゃ、ニュースを確認していきましょう。軍はレーザー兵器に本気。極超音速より速く、より安く。SF 映画で登場した想像の中の兵器である、レーザー兵器が実戦配備される日は遠くない。韓国軍がレーザー兵器を導入すれば、対空防御能力が強化されると予想される。軍事分野の最強国である米国は、レーザー兵器でも先行している。米国現地では、レーザー迎撃技術を、北朝鮮の核攻撃を抑止するために使わなければならない、という意見が提示されている。米国の北朝鮮専門メディア、自由アジア放送、によると、米国の民主党のテッド・ユー連邦下院議員は最近、米研究機関、アトランティック・カウンシルが開催した会議で、レーザー迎撃技術の発展が、北朝鮮の核の脅威に効果的な抑制策になると予想した。劉議員は、米軍のレーザー迎撃技術は完成していないが、過去数年間で関連技術が大きく発展したことを知っているとし、レーザー迎撃技術が完成すれば、北朝鮮は大陸間弾道ミサイル、ICBM、発射をよく考えなければならなくなるだろう、と評した。我が国の専門家たちも、レーザー兵器の必要性を強調する。チョンギョンブ前国防部長官は、月刊空軍4月号の、宇宙に目を向けるべき、の特別寄稿文で、韓国が打ち上げた衛星が、定期的に回転しているが、これらが通常の活動かどうかを監視するシステムを用意するべきであり、これを発展させれば、迎撃システムを持つことができる、とし、今は空軍がミサイルを活用して、衛星を迎撃する方法しかないが、将来は高出力レーザーを使用した、指向性エネルギー兵器システムが必要だ、と主張した。チョン前長官のような専門家のアドバイスのもと、我が政府は、レーザー兵器を実際に開発している。防衛事業庁と国防科学研究所は、テロや偵察などに活用されている、敵小型無人機に対抗するための、レーザー対空兵器を開発している。国防科学研究所によると、韓国が開発中の、高出力レーザー兵器、は、強力なレーザービームを発射してターゲットを無力化するものだという。韓国は近距離で低速の標的を迎撃することができるレベルの技術をすでに独自開発した。これをもとに長距離高速ターゲット対応技術と、機動プラットフォーム搭載技術を開発中である。強力なレーザービームオーツレーザー対空兵器の威力試験は、昨年9月にチュンチョンナムドテアンのアンフン試験場で行われた。当時のデモンストレーションで、20kW 出力のレーザービームが、1km 先の鉄板ターゲットを撃ち抜いた。デモに使われたターゲットは、北朝鮮のノドンミサイルや、2014年、パジュで発見された北朝鮮の無人機と同じ材質で製作された。レーザー兵器の利点は速度である。レーザーは、毎秒30万 km を進む。昨年11月にロシアが公開した極超音速ミサイルは、マッハ8、毎秒2500メートルの速度を誇るが、これでもレーザーの速度には及ばない。標的がいくら速くても、レーザーを回避したり、レーザー攻撃に対抗することは事実上不可能である。レーザーは精密打撃が可能な兵器だ。レーザー兵器は、高出力のエネルギーを集めて、ここの標的をターゲットとすることができる。レーザー兵器は、ライフルの 5.56mm 弾丸よりも狭い隙間を通して、高強度のレーザーを照射して標的を制圧することができる。レーザー兵器は味方の被害を最小限に抑えることも可能だ。通常兵器に使用される弾薬は、爆発力が大きく危険である。弾薬部隊や弾薬庫、味方兵器システムなど、
まだ発射されていない弾薬が暴発すれば味方に被害を与えることになる。一方、レーザー兵器は爆発する確率が低い電気機器により運用される。レーザー兵器は発射コストと運用維持コスト面で安価である。サードミサイル一発の価格は110億ウォンで、基地建設コストと運用維持コストは天文学的レベルである。新軍のような国産地対空ミサイル一発も、単価が約2億ウォンであることが知られる。一方、レーザー兵器は1回の発射費用が1ドル、約1200ウォン、以下と予想される。レーザー兵器は、航空作戦、地上作戦、海上作戦、すべてにおいて活用度が高い。レーザー兵器は航空機に搭載することもできる。航空機に搭載されたレーザーは、地対空ミサイルや空対空ミサイルから機体を守る。地上作戦の場合、低出力レーザーは、車輪型、トラック型装甲車に、高出力レーザーはトラックに搭載される。海上作戦時に艦艇に設置されたレーザーは、近接防護システム、シーオス、の検出、追跡装置を共有し、対艦ミサイルなどに対応する。もちろん、レーザー兵器にも欠点はある。レーザー兵器の欠点は、大気中の物質による威力減衰だ。大気中の埃や煙、水蒸気、乱流などにレーザーが吸収されたり散乱することになる。この場合、距離に応じてエネルギーが減って屈折し、標的を攻撃することが困難になる。レーザー出力が大きくなるほど、大気条件による威力減少幅が大きいのも問題である。また、レーザー兵器と標的の間に障害物があると、目標に到達するレーザーの量が大幅に減る。障害のために、レーザービームが遮断されれば、任務遂行自体が不可能になる。一度に複数の標的を攻撃することができないことも弱点だ。レーザー兵器はかなりの距離の金属や合成物質でできたターゲットの表面を溶かしたり、火災を起こし破壊する。レーザービームの出力が低い場合、短時間内に敵を破壊することができず、その結果、単位時間の間に攻撃することができるターゲットの数が減る側面がある。また、レーザー兵器を運用する兵士の人体に悪影響がある可能性がある。レーザー兵器は人の視力と人体の部位に直接的な影響を与える可能性が大きい。カイストで修士課程を履修中のキム・ギョンウク、バクデュスン両陸軍隊は、韓国防衛産業振興会が発行する国防と技術、3月号に寄稿した。レーザー兵器システムの開発動向と技術、という論文で、一般的に使用される電子レンジの出力は 1kW であるのに対して、高エネルギーレーザー兵器の平均出力である 20kW はその20倍。ドローンを撃墜するためには 50-60kW。対戦車ミサイルを破壊するために 100kW、巡航ミサイルを無力化するために 300kW 必要と言われている、と説明した。彼らは、レーザー兵器システムを将来の戦場で効果的に使用するためには、戦場で適用される可能性のある多くの国際協定を見過ごしてはならない、とし、特定通常兵器使用禁止制限条約、国際人道法、人権法などをよく見なければならない、と助言した。ってことで、国際協定をよく見て、人道的な対応が必要だなんて言って締めてるけど、クラスター爆弾禁止条約に署名すらしていない韓国にとっては関係ないでしょ。しかも未だに開発を続けていて、世界最大の弾頭重量を持つと言っているヒョンム4ミサイルは、世界最高のバンカーバスターで、北の地下司令室の破壊が可能と言っている一方で、ミサイル一発でサッカー場200面分を焦土化できるって言ってるので、クラスター爆弾を弾頭に搭載する気満々ってことだよね。韓国には、民意というブレーキの効かない最高の意思決定機関があるので、すごく危険なんだよね。外相が福島の処理水の海洋放流に関して、IAEA の基準に従うと話したら、国会で、民意に沿わない、
と批判されて袋叩きにあってたりする。これまでの韓国の行動から見れば、外相は国民に対して謝罪して、方針を変更することになるんだよね。韓国が危険なおもちゃを持つことにブレーキをかけてきた米国が、ここのところその役割から解放されようと見られるような行動をとっているので、不安が大きいんだけど大丈夫なのかな？北も南も常に同じ民族同士と主張していて、どんどん南が北化しているので、国際社会は北が南のようになるよりも、南が北のようになる可能性に目を向けなければならないんじゃないのかな？知らんけど。最後まで見てくれてどうもありがとう。高評価、チャンネル登録お願いします。